よりも強く美しく KOF に咲く大輪の花、知らぬきよかった。でも早く来て。待ってたよ、やっと来たか。やめろ！おい、お前の手紙だ。この二人は。うん、それにしてもいい時に来たな。審判として弟子の稽古を見てやってくれ。はい。焦らず武道を安心せず心にした柔道に専念せよ。どうだ、うちの、ま、なんだと。おのれ、弟子たちと戦ってもらおう。認めてほしいのなら一緒に倒してみせろ、若者よ。下がれ。
久々に。しかし分よし、今日の試合、実お主の実力は分かった。まずは道場で休んでおれ。今日また公園に行くのか。あれは彼も KOF に参加する日本チームの一員だけど、あの様子を見るとやっぱり今回は無理なのかしら。どうやら今日はその事実を受け入れられず、いつもドライブで気を紛らわしていた。先ほどの気持ちなんてわかんねえよ。女の子たち、君たちの白馬の王子様が来たぜ。お嬢さん、一緒に船で観光に行かない？俺みたいなイケメンで金持ちの。ごめんなさい、まだ用事があるので失礼します。
詳しいアテナ。ありがとうございます。でもまだ他の仕事があるから。麗しいアテナさん。もう分かりましたから。あ、こん誰だお前。わ、何？マネージャー兼ボディーガードって言ったでしょ。信じられないんなら試してみますか。あ、ごめんなさい。医療費は私が払うから。ロックの時間だ。ガッソッソ下がれ。お、大人気耐えられた。ボディが今日？くそ、今日まだ引きずってんのか。一緒に行こう。必ず見つけ出してやる。あの方の命令は全員服変えた方がいいぜ。ほれ、あのぼーっとした兄さんをお前にやるよ。これ、ああ、我が支配者はいつ設立された？1月1日。その金髪坂田手紙、二階堂ベニマル。てめえなこと。でも藤川の一番綺麗な娘を連れてこい。仕方ないな、教えてやろう。お前、俺を女性だと思って話しかけてみろ。ふざけるな！今日、おい待て！おい今日！もう言うな！俺は、ユキのベニマル！お前は金で何でも手に入れられると思ってんのか？ユキへの気持ちは、金じゃ動かねえ。友達より彼女の方が大切かよ。なあ、結構なことだ。この石頭バカ野郎、俺だ手立ちだけで神宮に行くぞ。早く回復してほしいさ。祈るんなら神宮の方が縁起いいに決まってったろ。ユキちゃん、どうして？ユキちゃん、ユキちゃん、教えてくれ、教えてくれ。
ごめんなさい。ユキちゃんの声、クソ偽物。ダチの恋人を装うぞ、悪趣味な。残念、ま、知りたいかい。でもお前らはここで終わりなんだよ。やれ。遅いぜ、草薙の剣がね。くそ、俺が蹴散らしてやるぜ。やっと来たな。ずいぶん待ったわよ。ユキ、ダイモン。すまん、キョン、ベニマル。ユキ殿は人質に取られ、彼女の命を盾にされた。わしもついていくしかなかった。これはオロチ一族の封印結界。やはりオロチがここにいる。すべきこれはオロチ一族の封印結界。私でも一人しか助け出せない。もう時間がない。早く決めて。やめろ。今日ベニマユキ。ユキ、ユキを傷つけ。ユキ、さあお姉さんが可愛がってあげるわ。今日早く避けろ。また一人命知らずが来たね。よくもユキをさらって俺の仲間に怪我させたな。てめえら許せねえ。それがあなたの遺言。まずい、引くぞ。好き勝手やりやがって。許さねえぞ。逃がさねえ。ロックの時間だ。ゴー。こっちか。
歴史が違う。うわくれたのか。もうユキ、俺を一人にしないでくれ。そんなこと、もしかしたら私が八田の鏡の力でユキさんの砕けた魂を見つけ出すわ。最後に意識の力を注ぎ込むことはあなたの仕事よ。ずっと幸せで、そして願わくば永遠に共にいられますように。今日がいつも幸せで、そして願わくば永遠に共にいられますように。